ねえマリサ、戦車にとって随伴歩兵ってすごい重要だと思わない？まあ状況にもよるけど、随伴歩兵が戦車の死角をカバーすることによって、戦車は地雷や対戦車兵器から身を守りやすくなるから、いてくれた方が安心だよな。やっぱりそうだよね。だから私は戦車に歩兵を乗せた方がいいと思うの。タンクで3トってことか。いやいや戦車の中に歩兵を乗せるのよ。何言ってんのお前。てな感じのコンセプトで開発されたのが、今回解説する BMT-72 重歩兵戦闘車。ってことは、こいつは戦車に歩兵を乗せられるようにした車両か。イエス。BMT-72 はウクライナのモロゾフ記念ハルキウ機械製造設計局が輸出向けに開発した車両で、簡単に言うと、T-72 戦車をベースに歩兵を乗せられるようにして全体的な能力を向上させた、重装甲な歩兵戦闘車だね。名前で察してたけど、やっぱり T-72 がベースなんだな。でも T-72 って中がギッチギチで、歩兵を乗せられるスペースなんてないと思うんだが、どういう改造をしたんだ。それじゃあ BMT-72 の各部の構造について見ていこう。マリサの言った通り、そのままの T-72 じゃ歩兵を乗せるスペースなんてないから、車体を天輪一組分延長して T-72 より車体長を3メートル近く伸ばし、そのスペースを確保しているよ。ってことは全長は10メートルを超えるのか、結構でかくなったな。それでも全長はレオパルト2やエイブラムスと同程度だし、重量に至っては50トンと、それらの戦車よりもやや軽い程度なんだけどね。もともとの T-72 がコンパクトだと改めてわかるな。でもって、BMT-72 ではエンジンを BM オプロートと同じパワーパックに換装して、増加した重量に対応しているよ。エンジンの具体的な性能はどんな感じなんだ？搭載しているエンジンは、ウクライナ製の 6TD2 と呼ばれる1200馬力のディーゼルエンジンで、最高時速は舗装路で 60km、未舗装路で 40km のスピードを発揮できるよ。スペック的には T-72A と同じ感じだな。車体を一通り見たから、次は砲塔について。砲塔にはどんな改造が加えられているんだ？改造っていうか、BMT-72 では砲塔が丸々すげ替えられていて、T-80UD の砲塔が搭載されているんだ。丸々別のものを搭載してんだな。だから兵装やサイト類は T-80UD 戦車と同じで、主砲として 2A46M、125mm 滑降砲を搭載し、この他には同軸の 7.62mm 機銃や、車内から操作可能な 12.7mm 対空機関銃も搭載され、もちろん高発射式の対戦車ミサイルも運用可能だよ。T-80UD の砲塔だから、ATGM が使えたり FCS の能力が向上していたりと、T-72A と比べると総合的な戦闘力が向上しているな。また砲塔を換装したことによって防御力も上がっていて、さらに砲塔正面にはウクライナ国産の爆発反応装甲を装備しているから、HEAT 弾を中心に、より防御力が向上しているよ。普通の T-72A と比べると格段に防御力が向上しているな。加えて単純な装甲による防御力以外にも、妨害装置や発煙弾などで対戦車ミサイルの誘導などの妨害を行う、シプーラ防護システムも搭載しているから、ソフト的な面でも防御力が向上しているよ。単に T-72 を IFV 化しただけかと思ったら、結構全体的に改造されているんだな。てか T-72 の要素ほぼなくね。車体も魔改造されてるし、エンジンも砲塔も丸々別物だから、確かに T-72 の要素は結構薄いかも。そういえば歩兵を乗せるスペースはどこにあるんだ。あい、忘れてたね。兵員室は車体の砲塔と機関室の間に配置されているよ。え、結構小さくね。歩兵は何人乗せられるんだ。乗員3人の他に、5名の兵員が搭乗可能だよ。5人？うん、兵員室に乗せられるのは5人だよ。5人って空挺歩兵戦闘車くらいしか乗んねえじゃねえか。そこが BMT-72 の弱点で、結局は主力戦車を無理くり歩兵戦闘車化したものだから、兵員搭載数が少なかったり、乗降が上部のハッチでしかできなかったりと、決して兵員輸送に適したものではなかったんだ。しゃあないといえばしゃあないし、任務によってはそれで十分なのかもしれないが、普通の歩兵戦闘車みたいな使い方をするのは難しそうだな。それに加えて、こんだけの改修を加えているわけだから、結構費用もかかると思うんだよね。まあ T-72 を近代化した上に車体にもかなり手を加えているわけだから、普通の近代化よりも金はかかってそうだよな。そんなこともあってか、2002年にはプロトタイプが完成して兵器展示会なんかへも参加して、リビアなどへも売り出されたみたいなんだけど、現時点では採用国が現れることはなく、プロトタイプ止まりとなっているよ。悲しいな。尺が余ったから、BMT-72 の兄弟的存在の車両について解説するよ。そんな車両がいるのか。それが BTMP-84。
これは BMT72 と同じくウクライナのハルキウ機械製造設計局が BM オプロートをベースに開発した重歩兵戦闘車で、開発時期としては1990年代から2000年代と BMT72 とほぼ同時期かやや先行して開発された車両だよ。今度はオプロートが原型か。変更点は BMT72 と同じで、天輪一組分車体を延長して、砲塔と機関室の間に5名分の兵員室を追加して歩兵戦闘車化しているんだ。この他の砲塔など主要な部分は原型となった BM オプロートに準じていて、主砲には 2A46 をベースとしたウクライナ国産の KBA3-125mm 滑降砲を装備し、エンジンにはさっきの BMT72 と同じ 6TD2 ディーゼルエンジンが採用されているけど、BMT72 と比べると車体長や重量がやや軽くなっている影響からか、最高時速は 70km と BMT72 より向上しているよ。BMT72 とは違って、BM オプロートをベースとして新規設計された車両だからか、やっぱり性能はかなり上がっている印象だな。しかも BTMP84 は新規に設計されたってことと、搭載しているエンジンが高さの低い水平対向ピストンってこともあってか、片側かつ、BMP3 みたいに上面と後方のハッチを開く手間はあるけど、後方から歩兵が乗降できるようになったんだ。おお、後方から乗降できるようになったのは格段に利便性が上がっているな。そんな僕の考えた最強の歩兵戦闘車となった BTMP84 だったんだけど、結局は BMT72 と同じく採用国は現れることはなく、プロトタイプが一両製作されたのみだったよ。ロマン性能は段違いで高いんだけどな。悲しいな。そんな感じで、戦車と歩兵戦闘車を合わせるってコンセプトは、冷戦後の軍縮と、対ゲリラなどの非正規戦が主軸となった新しい戦争の時代にマッチした、ハイブリッドな車両のようにも思えたけど、結局は性能的にもコスト的にも中途半端な存在となってしまった印象だね。二と追うものは一ともえず。だな。重装甲な歩兵戦闘車ってのは需要がありそうだが、主力戦車並みの火力は求められていなかったのかもな。高火力な歩兵戦闘車を求める層には、すでに BMP3 っていう強力なライバルがその枠を奪っていたってこともあるだろうね。対戦車戦闘は ATGM でできるし、榴弾による歩兵支援なら 100mm 級の方で十分なのかもな。ちなみに BMT72 はよく BMPT72 って呼び間違えられるけど、BMPT72 は BMPT72 で別にあって、それはロシアの戦車支援戦闘車と、BMT72 とは完全に別物だから注意が必要だよ。同じ T72 ベースで名前も近いから、アンジャッシュしないように注意しよう。そんなところで今回の動画はここまで。ぜひチャンネル登録や評価、皆さんの意見をコメントしていただけると嬉しいぜ。それでは今回もここまでのご視聴、ありがとうございました。